はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、2020年7月ね、僕ね、497冊の本買ってます。で、それをすべて公開するっていう動画です。いやー、約500冊、あと3冊買っとけよっていう話ですけれども。ということは、ほとんど、ブックオフで100円が多いんですね。 で、新刊もかなり買っています。まあ、ほとんど100円か200円で考えた時に、まあ、5万はいくでしょで、6万ぐらい行ってると思うんです。で、プラス、新刊本で買ってるから、7万から8万ぐらいは行ってます。正確な数字はね、そこはわかりませんけどね、お金はね。でもね、8万ぐらいいってると思うんです。で、それはね、なんでかっていうと、給付金ですね。 給付金ががあっっ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 ててお財布ちちちょっと膨らんでででででたたたわけですよ、ね、やっぱそれ買買ゃゃいう話で僕ね、ツイッターで全部買った本は記録してますから、もう全部わかるんですよね。で、そのツイッターのやつを全部見ると497冊買ってたということなです。まあ画像出てると思いますけれども、今回ね、ブッコウフに行った数は5回行きました。でもっと行ってと思うよ。その、ちびちび買って、1回行ったけど、まあ3冊しか買えなかったなっていう時があって、それは置いとくわけです。 3冊をでそのまた行って、まあ、今度5冊かなみたいなでそれが溜まってった時にその結構な数になった時にねまあ5回の大きな波があったと言い換えてもいいんですけれどもそれは7月の3日と7月の9日7月14日7月19日7月24日のこの5つの波があるんですでそれぞれ100冊近く買ってます7月3日はちょうど100冊7月9日は107冊7月14日は 九十八冊、七月十九日は六十四冊、七月二十四日は百十四冊買ってます。で、これ全部足すと四百八十三になるんですね。で、そこから新刊があります。新刊を僕十四冊買ってます。なので、それを全部足すと四百九十七冊になるということなんですね。いや、これね、買いすぎだろうって僕も思う。自分でももう一番買ったんじゃないかな。この一ヶ月の間で。まあ、給付金があったからだと思うよ。そらやっぱり気が緩んでたっていうか、まあ遠いところまで行っでもん。 だって、近場のブックオフから、まあ、南場のブックオフ、そして和歌山まで行ってますからね。原付に乗って和歌山まで行ったと。2、3時間かかるのに、わざわざ、やった、和歌山行こうぜとかいう気持ちになってたわけそれお金があるからだよね。いろんなブックオフに回って、ここ行きたい、あっこ行きたいとか言って、いろんな、まあ、10個から20店舗ぐらいのブックオフは行ってますからね。そこでやっぱ欲しいもんあったら買いまくりっていうのと、あともう一個ね、理由があると思う。それは岩波文庫にハマったっていうことなんですね。岩波 文庫はねやっぱハマっちゃうとね無限にあると今までほとんど買ってこなかったのにやっぱ難波とかに行くとね結構岩並文庫100円だなにブワーって並んでる店舗とかあるんですよでそれをもうめちゃくちゃ買うっていうのとかあと近所のブックオフが急にね なぜか知らないよ。いつもはね、ほとんど置いてない岩波文庫のところが、もう50冊ぐらいバーって一気に追加されたんですよ。で、僕もその時岩波ハマってたから、全部買うぞとかで、バーって言って全部買ったんですよね。そういうこともあって、買う量が増えたということだと思うんですね。まあ、ただ、基本的にはそれは1冊しか本は買わないですから、その同じ本はね。講談社の文芸文庫を除いて、被らないようにもう管理してますから、これから減るんじゃないかと思うんだね。岩波文庫も多分5 200冊ぐらいは僕持ってますから今ねだからかぶってくるんですよであこの本持ってんだよなあこれも持ってんだよっていうことになってくると買わなくなってくるじゃないですかあの時は岩波がほとんど持ってなかったから何でもかんでも買ったでっていう話だったけどそれがないので多分来月ね8月ぐらいからはガッと下がっちゃうんじゃないかと思うんですよねあともう1個7月といえばこれがありました芥川賞直木賞ですよね僕は雑誌から買うからね候補になったものは全て買って ま、一冊だけ買えなかったんだけどね。岡本学さんのね、アウアエイジっていうのが載ってる、あれ、群像だったね。群像だけは買えなかったんですよね。もう売ってないと、どこでも売ってないと。だから図書館で借りたんだけど、それ以外の9つの候補作は全て買いました。まあ、雑誌で買ったりとか、直木賞は全て単行本出てますから、それ全部買って、全部読んで、全部書評してね。何が受賞するか予想してね。で、ギリギリかすってたね。惜しかったね、予想ね。<laughs> 僕予想したのは、直木賞は少年と犬。 で、芥川賞は、高山遥子さん、趣里の馬だったんですね。でそこにプラス、本当は、破局ね。東野遥さんの破局が入ったということなんですけど、惜しかったね。その破局以外は当たってたと。結構僕ね、読む力あると思うんですよ。自分で言うのもあれだけど。結構当たるんですよ。まあ、当たってないけどね。ギリね。かするっていうか、芥川賞のアクションって5作あるから、そのうちの2作までは僕、絞れるんですよ。掘るのこれかこれだよな、みたいなのは分かります。こっちかなと思ったら、こっちだったとか、まあ 今がの芥川賞だったら、こっち通るだろうなって思ったら、さらにプラスアルファで通ったっていうだけの話なので、結構惜しい感じはしたんだけどね。あと、受賞した作品は買ってますからね。直木賞単行本でしょで、芥川賞はすべて雑誌掲載だったので、単行本がその時出てなかったんですよ。で、雑誌掲載の時読んで、受賞、発表されて、僕は単行本買ったわけですね。東野春子さんの破局と、高山花子さんの首里の馬も。一回読んだことあるのに、僕単行本も欲しいっていう人間だからね。大体いい単行本も欲しい。 ししし文庫本本も欲しいいいいいみみたたななわわわけけけののからの買方てるそゃ冊ねっちうけだけどでもね、こんな人間もいるんだってことをね、皆さんに知っていただきたい。僕なんか結構特殊なね、人間だと思うよ。だってこんな人いないもん。僕ツイッターで1万人フォローいるんです。まあ、フォローされてんのもフォローしてんのも1万人ぐらいいるんです。そしたら同じぐらいね、私100冊買いましたみたいな人って見たことないんですよ。そらいないわよなと。僕でもね、喋りたいの。そんな人がいたら喋りたいよ、ね ね、なんか、この本買ったんだ、みたいな。私、こういう本買ったんですよ、みたいなことをやりたいよね。100冊買ったって言っても、全然違うものだと思うし、僕、基本的にはエンタメ買わないから、この画像を今見せてると思うけど、ほとんど純文学系でしょ伊坂幸太郎とか、湊とかなとか、ほとんど買ってないんですよ。ミステリーはたまに買ってるでしょたまにだけど。で、あと、SF はね、買ってないんですよね。まだハマってないっていう、自分の中でね、まだハマってないっていうのもあるから、SF 買ってないんですけれども。 ほとんどはジ学か漫画もありますね漫画漫画もねまた変な漫画買ってるでしょそれジャンプ系とかじゃないじゃないですか週刊少年系はねほとんど買わないのでそう思うとねやっぱり青年誌になっちゃうんですよねで青年誌で一貫完結とかの漫画が多い基本的にはビームコミックス一気コミックスあとリン工芸者系とリード社かな、まあ、もちろんモーニングとかアフタヌーンとかビッグコミックスとかも買ってるしいろんなジャンルは買ってますけれども でもやっぱりね、僕もね、いつか少年漫画行きたいね。僕ってあんまり少年漫画って踏んでこなかった人間なので、僕ね、ジャンプで読んだことある漫画って、ネウロとボーボーボーなんですよね。それ以外ないんですよ。ネウロってあの、暗殺教室をやってた作者の、前やってた作品なんですよね。で、あと、ボーボーってボー,ボー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 でね、アニメにもなったちょっとカルト的なやつなんだけど、僕、ジャンプで読んだのその二つしかないんですよね。だからね、今ね、話題のね、鬼滅の刃とか、あと、チェーンソーマン とか面白いとか聞くんだよねいつか手出したいなと思ってんの、まあ、もちろんジャンプだけじゃなくてサンデーとかマガジンとかねいろいろあると思うチャンピオンとかね僕どちらかというとチャンピオン好きなんだよね多分チャンピオンの漫画はたまにねなんか変わったやつとか出てきてそれ手に取ったりするんだけどまあその辺ちょっと手出したいんだけどねで結構古本市にも行きましたよね7月はね友達と古本市に行って 一人でも古本市に行ったから、まあ、2回多分古本市行ってんだよねだから8月とかね9月にももちろん古本市あるし京都の下鴨神社だったっけあそこでも古本市確かやった てんだけど多分中だだったっっったたけけちょっとまま調べますけれどももなんんかあるんだよねね、まあ、去年も行った、ね、天神さんの古本祭りっていう大阪でやってる天神さんっていうところがあるんですけどあれも行きたいよね結構ね秋ぐらいにやっぱ多いねまあ読書の秋と言いますけれどもやっぱ秋に古本市結構やってると涼しくなってくるからだと思うもね暑いとねどうも外出したくないところあるでしょで古本市には古本市のねやっぱり秩序みたいなのがあって秩序っていうのはどういうことかっていう とブックオフにはないようなねやっぱちょっとレイヤー本みたいなえこんなブックで見ないぜみたいな本って結構並んでたりするんですよだからそれを求めてねやっぱ古本市行くっていうのもいいよねブックオフの魅力っていうのはやっぱり100均棚なんだよね100円で本が買えるっていうでもね世の中には100円ではなかなか買えないとブックオフには降りてこないような本っていうのがあってそのあたりがやっぱり古本市が占めてるんですよねブックオフが全てとは僕は言わないけれどもいろいろ本買っていきたいな とは思いますよねまあこういう企画はねまた8月とか9月とかにもやってもいいかなと思うんです僕も結構ね読書系の YouTuber の人見るんですねいろんな人が結構ね今月の読み終わった本とかねそういうのやってるんですよいろんな人がやってるんですよでそれをね見てねいろいろ読んでんだなとか思うわけ僕って結構ね買うのはめちゃくちゃ買うんだけどそんなにね頻繁に読めてないっていう感じがある一応読んではいるがめちゃくちゃ多いってわけじゃないんですよねそれは だからねそういう動画ってなかなか作れないんですよ独量系の動画独量系っていうか7月はこれだけ読みました10冊読みましたみたいな。 そういう系って、僕そんななんですよね。まあ、それをするんだったら、僕は一冊ずつ動画出しちゃうもんね。僕って結構毎日動画投稿してるから、ネタ切れになっちゃうんですよ。で、やっぱ開けたくないんですよ。僕、貴重面っていうかね、やっぱりそれ神経質な人間だから、やっぱ一日休むとな、みたいな、そのままずるずるいっちゃってやめちゃうんじゃないかっていう恐怖もあるから、まあ、ある種の習慣みたいなことにしてるわけですよ。動画作りをね。だから読み終わった本とかも、もうその日に動画撮っちゃって、編集して、次の日ぐらいに上げちゃ ちゃうみたいなことをよくやってるんですけれどもあとね今回画像でバーって流してますけど1冊ずつ紹介してるいつもの「ブコフ購入本紹介」っていうのも同じやつやるからね同じやつっていうかこの買ってきた7月分もまたしますのでちょっと内容かぶっちゃうけど僕は結構情報をね詰め込んでると思うんですそういう動画ねあれ結構ね、まあ、評判高いっていうかいろんな本が知れるので助かりますみたいなコメントとかあったりするんですよねだからあれは1つの,僕の の中の軸といいうか芯みたいなね、まあ、僕のチャンネルの一つの見物みたいなことにしたいとは思っているので。 まあ今回7月分のねやつを約500冊画像で出すけど、1冊ずつこうね、今日はこれ買ってきましたよ、みたいな、次はこれです、みたいなを、まあ、また動画出すと思います。まあ、今ね、動画が溜まってんですよね。未編集の購入本紹介の動画って30個ぐらいあって、それをまたね、編集しないといけないんですけれども、いつ出せようかってことになりますよね。6月購入してきた本ですとか言って、動画出してるのはもう8月とかね、そういうことってあるんですよね。だからそれだけはね、申し訳 ないいいいいけれれども仕方あるままとととうう感感じじででねちょっと許しておくれという感じでございます、はい、これパ,パパパパっとね、画像で出してますけど、まあ、細かく見たい人は僕のツイッターから見れますからね、過去に上げたツイートは同じ画像を使ってますから、拡大したりして見れますから、まあ、それで見るっていうのもありですね。ま、ただね、来月もね、同じようなことしようかと思いますけど、まあ、買ってきた冊数にもよりますからね、はい。まあ、そんな感じで、今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。では、お疲ちゃいました。バイバイ。